もうすぐ終わりますね。あと12分です、はい、あとこんな感じのこともやってるんですね。これはもう科学というか単なるちょっと活動なんですけども、これ、はい、何だか分かりますか。これマンホールですね。マンホールの拓本なんです。拓本ってね、分かりますよね。あのマンホールの上にこの半紙を持っていって、上から墨のついた布でポンポンポンと叩くとこういう拓本が取れる。でこの拓本を掛け軸みたいにして何やったかと言いますと、教団のイベントの時に男子トイレにこれ掛けたんですね。男子トイレこう用を足す時に目の前にこうこのマンホールが来るようにしたんです。何が言いたかったかと言いますと、僕ら今現代すごい清潔で便利な時代になってるんですけども、下水のことを忘れてませんかと。現代のトイレは清潔で臭くないんやけど、皆さんが用を足した後この汚水に流れていくんですよ。で本当にこれは持続可能なのか、環境負荷とか大丈夫なんだろうか、まあ、あの疑問を提示するためにやったわけなんですね。まあ、僕はこういうふうな芸術の可能性っていうのを思っていまして、芸術を使えば人にこう問いを投げかけることが可能なんですね。ある時はこう科学よりも芸術を使った方が問いを投げかけやすいというのがあります。でこの外来種いけばなというプロジェクトなんですけど、これやっぱり人に問いを投げかけるプロジェクトです。外来種って問題になってますよね。例えばブラックバスが増えすぎて琵琶湖のもともといた魚が減っていますみたいな話ありますよね。で外来種は確かに悪いこともするんやけど、単細胞に悪いと決めつけるもどうやろうと思うんです。あの昔は役に立つと思って外来種を持ち込んだんです。ブラックバスも人間の役に立つだろうと思って持ち込んだんです。でも今はブラックバスを駆除するのが正義です、何匹殺しました僕は偉いみたいな感じで言ってたりするのも人間なんですね。果たしてそれはどうなんだろう。生物はただ与えられた場所で精一杯生きてるだけなんですね。でこういう問いを投げかけるためにやったのがこの外来種いけばなというプロジェクトです。あの僕ってもともとこういうのが気になってたんです。なんかこういうのありますよね。放置された車にだんだん植物がこう覆い尽くしてくるような。あの人間が自然を支配してるって言いますけど、実は自然の方でもあわよくば人間を支配してやろうとこう虎視眈々と狙ってるんです。なんかこういうふうなものありますよね。すごい気になるんです、こんなのとか。である時僕はこんなものに出会ったんです。これね、いけばなの作品なんです。現代いけばなというジャンルがあって、そこの作家さんが、はい、これが僕の作品ですと出してきてたんです。これは僕と同じことを考えてるじゃないかと思ったんですね。というわけで僕はちょっといけばなにすごい興味が生まれてきたんです。で、いけばなっていうのは単に美しいだけじゃなくて、自然とは何か、植物とは何か、人間とは何かを問いかけていると思ったんですね。で、この外来種いけばなというプロジェクトなんですけども、この池の坊さんあるじゃないですか。この池の坊さんとあるきっかけで出会いまして、一緒にプロジェクトをやろうということになりました。で、このプロジェクトの特徴なんですけども、あの京大の先生と池の坊さんそれぞれが長所を持ち寄って活動したらいいんちゃうか。で、京都らしい、京都の伝統文化、あるいは学問の町京都、京都らしいで、それぞれ楽しみながら短期的な成果を求めない。例えば外来種を駆除しましょうとかじゃなくて、外来種のことを考えることから始めるみたいな話なんですね。で、内容は、まあ、京大の植物の専門家と生け花の先生、あと市民の参加者、これが一緒に歩いて外来種を採取するんです。で、それを持ち帰ってきて生け花にしてみます。で、よく考えたら道端の雑草でも美しいんやなみたいなことをみんなで考えるというようなイベントなんですね。で、実際こんな感じでみんなで歩いて、はい、ちっちゃな外来種がいましたねみたいなの撮ります。で、それを生け花の先生にこうやって生けたら綺麗になっちゃうかなとか教えてもらいます。で、出来上がる作品、ちゃんと写真家さんに撮ってもらうと割と綺麗になるんですね。これ本当にその辺に生えてる雑草なんです。で、作った人も初めて生け花やったっていう素人の人ばかり、でもそれなりの形になってるんですね。で、使っているのはよくよく見ると僕らの身近にあるような姫女音、徳草とか聖鷹泡立ち草とか、そういう風な雑草、外来種が主なんですね。こんな感じで雑草を見る目を変えてみませんかということをしたりしました。割とこれ評判よくて、これまで2回やったんですけども、ついこの間、先週の朝日新聞の天星人号に載ったりしたんですね。こんな外来種について考えてみるのもいいんちゃうかみたいな話で紹介されたりもしています。で、まあ、こういうことをやることで、こう問題、外来種問題の本質とか、人間とは多面性があるとか、こういうことを気づいてもらいたいと思っています。で、外来種駆除みたいな、単に良いことをして楽しかったじゃなくって、
安易な幸福感じゃなくて、こう深いことを考えてもらいたい、一人一人で考えてもらいたいということを思ったりするんですね。ちょっと時間ないのでこの辺飛ばしますけど、これ言いましょうかね。外来種って実はいろいろ問題になってますけど、昔から外来種ってあったんですね。僕らの身の回りっていうか、日本人の主食のイネアって、これ外来種なんです。京大のシンボルクスノキ、これも外来種らしいというふうに言われてますね。で、梅とか孟宗竹とか、これも外来種です。で、最近になってまた外来種がどんどん来てるんですね。でもこう考えると、日本らしさ、京都らしさって何だろう。古地深場、思いなんちゃら忘れましたけど、ありますよね、梅の花みたいな。日本の和歌にも梅の花あるんやけど、それ実は外来種です。京都らしい風景の孟宗竹、これも外来種が作ってるんですよね。日本らしさ、京都らしさって何だろうと、今皆さん考えたりしました？そういうことを考えてもらうのが僕の思うツボなんですね。こういうことをちょっと芸術とコラボして面白いことをやっていきたいというふうに思ってるわけです。はい、そんな感じで、僕は今言ったようなことを、例えばこのナショナルジオグラフィックという雑誌がありまして、これのインターネット版でいろいろ書いたりしておりましたので、またよかったらご覧いただきたい。で、こんな感じの本も書いていたりします。学んでみると生態学は面白い、地球システムを科学する、あと生物進化とは何かという本がもうすぐ出ます。ちなみに2013年に本を2冊書いていまして、この1冊目はすごい頑張って書いたんですね。割と自信作です。でもこれ2冊目は同じ年に2冊も書いたんで、割と内容がスカスカなんで、皆さん読むときはこの1冊目を読まれるといいかもしれない。